忘れちゃえ。はい、ということで今日はジムに来るお客様はどんな人かどんな人でしょう、いやー、一番最近面白かったのが、1週間前ぐらいに来た女の子が、飲み出してくれて、で、今日も行くねって、結構だから早めに俺出勤して待ってたんですよ、全然来ないのと連絡取れなくなって、その、もうちょっと時間経ってから、え、もう店いるよみたいな、え、みたいな、その紹介に入ってたんですよ。え、やばくないですか。どういうことですか。あんまりルール分かってなかったね。初めて聞きましたそれ。わりかしリングに見に来てくれるお客さんもみんないい人じゃないですか。まあまあまあ、創業別に悪いやつもいないじゃないですか、最初から寝てるやついますね。初回で、何時間だっていうね。もうスタートからもう眠そうになってるんですよ、でもはっきり分かれないですか。でベロベロのやつか、白くか、もうめっちゃ白く、飲まない子ですよね。おゲイの人とかも来ますもんね。来ますね、おゲイの人は。ある程度役職上だと変なお客さんつかなくないですか。いや、そうなんですよ。新人の頃ってすげえいたじゃないですか。ダメったやついなくなりますよね。なんか700万の現金で持ってる子いましたけどね。初回ですか。なんか飲み直しで、8万円で終わりました。あ、煽りきれなかった、煽りきれなかったというか、使う気ないっすね。ただ持ってきたね。ちゃんとその現金を多分持ってきてて、使ってもらえなかったこと初めてですよ、今まで。大体もうギリギリまで攻めたい。本当に全部持ってました。上と下だけ万札で、真ん中線、確かにそれは見てないっすね。パターンかもしれないです。去年いましたけどね、リングで。俺ヤバい、ヤバいっていうか同じ感じですね。多分もうこんな持ってて300万、400万ぐらい、名前が3ついってるんですよ。3ついって財閥的な。そう、財閥を匂わしてくる。いや、そうなんすか。それ直っていうか、こんなとしたらすごいこと。いや、すごいことじゃないですか。どんどん匂わしてくるんですよ。三井、三井みたいな。家政婦がとか言ってくるんですか。わかんないけど言ってくるんですよ。なんかお母さんの料理食べたことないみたいな。いるみたいな。それか、結局それ使ってないですか。一回も来てないです。面白いじゃないですか。一回も来てないです。なんか分かんなくなるんですよね、今って。このお金持ちめっちゃいるじゃないですか、騙されてると思うんですよ、いろんな人が。でも本当にお金持ちの人っていうか、でもちゃんとしてるっすよね。はい、してます、してます。あと可愛いとか可愛くないとか関係なく、こう小綺麗にしてるんですよ。してますね。多少小太りでも、言葉遣いとか分かりますね。でもそういう人は、でも基本的にはその飲み直してもらったら、使ってもらえる自信は俺あるんですけど、やっぱ。どうやるんですか。今日で世界終わるから良くない。軽いやつを言いまくるです。ジャブ打ちまくる。チャンスじゃないですか、2部の方が。結構もうなんかいいと思うんですけどね。2部の方が絶対チャンスです、それは間違いない。ライバルが多い、あの1部は。2部あんまいないじゃないですか、人が。人自体いないし、大半が多分人数少ないみたいな店ですよね、多分。なんで結構その時間帯、2部の時間帯飲み歩いてるやつね、取り合いなんないんで。なるですね。いや、結構狙い目だと思います。一部無理っすもんね。マジっすか。起きれないっすか。いや、起きれないっていうか、やみますね。何にやむんですか。暗いのがやまっすよ。夜がっすか。夜がやまっすよ。暗い方が好きそうっすけどね。いや、俺あけみさんのイメージで、暗闇で太陽の光浴びたいっすよ。太陽の光浴びたら溶けそうじゃないですか。2部に来たら初回つきますか。2部に誰が来たんですか。本当に1億とか2億も絶対つけますよ。持ってるってなんですけど、持ってるかってお金じゃないですか。いやもう本当にアタッシュケースでこうやってですか。もうアタッシュケースでして、もうこすげえなそれ。でそんな怪しすぎるっすか。めちゃくちゃ怪しい。そんな初回来ないっすか。いやもうガチで来たらつきますよ。テーブルの上に元気置いてるんですか。はい、はい、うわー怪しいな。それは怪しい。一応つくかな。まあつくっすね。みたいな、多いですからね、今、本当に。運ゲーやないですか。運ゲーっす。ポスト運ゲーですよ。まとまりもないっすね、これ。日本で2部いいんでね、今。何回もこう、おすまちでも言ってますけど。
ライバルが少ないとか、あと伸び直し率が高いとか、あと2部と違う、一部と違うのは酔ったキャバ嬢が来る。ただアフターがないとかね。アフターが少ないとか、自分の時間が多く取れるとか、お客様に使う時間も多く取れるとか。これあれだったっすね、あの飲み行かなくなった分、なんか伊勢丹とか行ってるじゃないですか。はい。別にそんな、そういうのブランド品もなんかそんな好きでもないですけど、いつで金使ってるようになったんですよね。でなんか歩き回るとこうなんか、まあ、水商売とかこっちの仕事してんのかなって見られるじゃないですか、はいはい、で昼間歩いてたら俺 何と思われてんだろうって思うのがそれで考えるのが好きなんですよってことですね。ってことですよ、ね、家に来てくださいってことですよ。またこれはちょっとステーキ食って帰ります。この動画がいいと思った人はチャンネル登録、高評価お願いします。ということでした。